俺、おい、シュー君、まさかお前、また見たのか、ビジョン。何が起こるんだ。炎が辺りを覆い尽くして黒い影が主人は何かに殺される。あいつとまさかあの黒いやつか。場所はコロニシックスの近くか。わからないけど多分すぐに落としてくる。ちょっと待って、一体どういうこと。信じられないと思うけど、シロ君には未来が見えるんだ。未来？自分でも、なんでそんなものが見られるのかわからない。でも確実にそれは起こるんだ。中旬の身に何かが起こるっていうの。信じる信じないは勝手だ。だが俺はシュークのおかげで何度も命拾いしている。取れそうなルートわかるか。ここからならいくつかルートがあるけど、バギーでならラグエル大橋を通るルートを使うはず。ラグエル大橋、はるか昔に作られたものよ。ちょうどコロニーナインの入植が始まった頃ね。よし、まずはそのラグエル大橋を目指そう。そうと決まれば急ごうぜ。途中のモンスターは俺とシルクでやっつける。ガルナは下がっててくれよ。バカにしないで、私だって戦うわ。私の専門は治癒エーテル。大怪我しとってすぐに治してあげるから。そいつは助かるぜ。ピンチの時はよろしくな。ジュジュのバギーだわ。
ええ、そうよ。この街道の先に。でも、僕が見たビジョンの通りなら、ジュジュ。そうね。モンスターに襲われて、どこかで立ち往生しているのかもしれないわ。な、向こう側に行っちまった可能性はないのか。この先は特に危険な場所なの。よほどのことがない限り、ジュジュは近づかないと思うわ。分かった。街道沿いから探してみよう。 Thank you.
Yeah.
めん、僕。大丈夫なのね。うん。よっしゃ、変えられたな、未来。どうした？いや、変なんだ。僕の見た影はこんな鬼神兵じゃない。そういや、あの黒い顔つきじゃなかったな。そういうのもひっくるめて変わったんじゃないか。シノク、違う、これは違う。待っていたぜ、モナドの使い手。鬼神兵が喋った。クロが結膜って逃げ帰ったって言うから、どんな野郎かと期待してたが、こいつは何の冗談だ。そんなことはないから。かもな。てめえ。
まだまだ戦い足りねえんだよ、この俺は。から1年も経ってないのに、奴らこんな数を揃えてくるなんて。お前の目から見ても厳しいか、オダマさん。カルナ衛星兵、新たな任務を命ずる。ジュジュと共に脱出艇の準備、コロニーから脱出する指揮を取れ。脱出艇に乗れる数は限られている。残った人々のためわしらは戦い続けねばならん。そんな顔するな。お前たちが逃げてくれた方が安心して戦える。約束して。カルナ、私たちコロニーの外で待ってる。だから一秒でも早く迎えに来て。ああ、もちろんだ。約束する。よかった。目覚めたんだね。急にぶっ倒れちまうんだもんな。どれだけ経ったの？え？あれからどれだけ経ったの？4時間ってとこかな。聞かなきゃ。私、待てよ。僕たちも一緒に行くよ。奴らの拠点に乗り込むんだ。人数は多い方がいいだろ。あなたたち、本当言うと倒れたあんたは置いて、おすぐに怪我する俺にはあんたのエーテルが欠かせなくてね。ありがとう。あの日以来ね。でもまさかこんな形でなんてね。ごめん、感想に浸ってる時じゃないわね。コロニー6へはジュジュが連れ去られた渓谷の先から抜けられるわ。さあ行きましょう。
ここがコロニーシックス。まるで要塞だな。コロニーの跡形もありゃしね。たった1ヶ月でこんなにも変わってしまうなんて。ジェジェたちを救い出したらぶっ潰してやる。待って、正面から危険だよ。地下坑道から行きましょう。え？地下にはエーテル鉱石の採掘場があるよ。というより巨大採掘場の上にできた居住区が張って、地下坑道は網の目のようになっているが、たった一月で奴らが全て掌握できたとは思えない。つまり地下坑道は手薄な可能性が高いってことだね。そういうこと。なるほど。で、どっから入るんだ？閉鎖された排水溝から。